ということでやっていきましょう。どうもラルでございます。ということで今回の動画なんですけれども、めちゃくちゃ久しぶりなんですけれども、 3DS 版のニャンコライ戦争の方ですね、やっていこうかなと思います。とりあえず今回の動画はですね、まあ、ひたすらですね、まあ、持ってる猫缶の方を全て消化していく動画の方でやっていこうかなと思います。まあ、ずっとねレアガチャの方を引いていくんでよろしくお願いします。でとりあえずですね、まあ一応狂乱キャラクターの方はコンプできてないんですけれども、まあ一応今回のガチャで、まあ何体か持ってないキャラクターが当たればいいのかなっていう感じでやっていくんでよろしくお願いします。じゃあ早速ですね、もう適当にですね、もう回していきたいと思います。よし、じゃあもうね、ガンガン回していきましょうか。じゃあ10連でいきます。はい、さあということで、そういえば以前ね回した時狂乱キャラクターが全然出なかったんだよね。さあ、まあこの辺はもうね、もう全然もうね飛ばしていきましょう。はい、さあということで当たりますかね今回は。はい。まあ、鶴に関してはもうすでに持っているんでね。まあ、なんとも。で、もしね、次ですね、3DS 版やるとしたら、まあ、ちゃんとね、キャプチャーボード対応してる、あの、なんか、ニセトロを対応してるって、対応っていうか、あの、搭載されている 3DS 版の方ですね。まあ、またちょっと購入してやろうかなと思います。以前購入した時ちょっとね、それがなんかね、ぶっ壊れててね、全然なんかできなかったんで、まあ、次こそはちゃんとしたね、ちょっとね、機械というか、まあ、そのね、3DS の方買おうかなと思うんでよろしくお願いします。まあ、多分すぐに購入するかはわかりませんけれども、またちょっとね、時間が空いてる時とか、ちょっとね、まあ、いろいろ余裕が出てきた時にやろうかなと思います。お、来た！来た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 。狂乱の巨神でございます。やっと来たね。さあ、ということで、取得でございます。おー、まあ持ってるんだよな、タンクは。はい。すげえ、連チャンで出ましたね。じゃあ、このまま行きます。さあ、まだまだ猫缶の方が減らないんだよね。これ何連回せる？これだって10連で50個でしょ。全然残ってるよね、これね。お、狂乱の猫もう持ってるんだわ。この辺は、もう大体ね。あとなんだ、狂乱の何が持ってなかったんだっけ？ちょっとよくわかりませんけれども、まあとりあえずで、スキップができないのは持ってないキャラクターなんで、まあとりあえずやっていきましょう。さあ、超激レアの方はあんまりちょっと出てはいませんけれども、今回これ全部さ、使い切れるかな？どうなんだろう？使っても使っても全然まだ猫缶の方が減りませんのでね、これはなかなかあれでございますけれども。さあ、ということで、ああ、なかなか来ません。あとなんだっけ、狂乱の何がいないんかな、ちょっとわからないな。でもなんか半分ぐらいは揃ったような感じはするけどね。ちょっと来てくれ。ああ、猫か。はい。この辺は大丈夫ですね。さあ、ということでもうね、もうどんどんやっていきます。もうやらないとまずいんでね。さあ、いやもう本当にね。ああ、はい。浦島は持ってる。あれ、そういえば笠地蔵は出たんだっけ、このアカウントは。どうだったかわかりませんけれども、まあとりあえずですね、もうこのデータに関しても、まあとりあえず多分、お！来た！キモネコでございます。よーし。まあ最後だからどんどん来てくれ。はい。まあどうだろうね。もしかしたら、あともう数本あげるかもしれませんけれども、まあまあまあ、それはもう完全におまけと捉えていただければなと思います。もうね、多分 3DS 版の方も本当にもう、多分残りわずかな、感じなので、まあ、今回ちょっと最終回って言おうと思ったんですけどね、それはちょっと、お待ちいただければなと思います。もしね、更新するのがちょっとあれだったら、もしかしたら最終回にしますけども、まだまだね、ちょっと更新する気が起きれば、まだあと数本ね、ちょっとやるんでよろしくお願いします。カサリドとかが来ないね。あれれ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 。まあ、さっき肝ね、お、フィッシュだ。よし、来た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 。これでどうだろう。コンプは来たかな。鳥はまだ出てないのかな。あ、やべえ。貯蔵庫の方がいっぱいでございますね。じゃあちょっと貯蔵庫の方を確認して。で、これをすべてあれかな。使うに変えます。はい。で、残ったのは、経験値の方に変えて、ちょっと確認してみましょう。狂乱キャラクターが揃ったのかな。さあ、ということで、激レアの方で参りましょう。いるのかな、まず3、4、5。あー、まだ足りないね。全然足りないわ。
はい、ということであと2種類ですね、足りませんのでちょっとあれですね、ガチャの方回していこうかなと思います。あ、間違えたね、これじゃないね。さあ引き続きですね回していきましょう。まあウルトラソウルズに関してもね、全然ね、カサージゾとか確か出てないと思うんで、まあとりあえず狙いつつ、狂乱キャラクターも、狙っていくっていう形でやっていきます。さあということであと鳥と牛かな、あれ牛出てないよね、あれどうだったっけな、ちょっと待って、鳥はね、いないんだよ。いなかったのは分かったんだけど、あともう一体何だったっけな。多分牛だと思うんだよね。お、来た！カサ地蔵でございます。よし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 。ようやく来ましたね。いやー、はい。あとは狂乱キャラが、あと2種類来てくれれば、まあとりあえず今回の動画はこれで、終わりにしてもいいのかなっていう感じでございますけどもね。さあ、出なくなったぞ、狂乱キャラクターが。急に来なくなったね。お、来た！あ、あれ？持ってるんだ、牛。あれじゃ、なんだ？何がいないんだ？ちょっと待ってよ。鳥じゃなければ、何なんでしょうね。ちょっとなんだか、ちょっと見当がつかないけれども、まあ、とりあえずですね、当てていきましょう。まあ、まだ猫缶の方が大量にあるんでね。とりあえず、はい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 。さあ、ということで気を取り直してやっていきましょう。あ、ちょっと今回やばいな。あんまなんか滑り止め使ってないからやばいね。めちゃめちゃ多分これ滑るかもしれないんで、画面が移動してるかもしれないけど、ちょっとお許しいただければなと思います。お、急にカサ地蔵が来るようになりましたね。狂乱来い。狂乱が来い。あー、なかなか来ないね。あー、結構なかなか渋いよね。排出率も。なんか、なんとも読めない感じでございますけれどもね。いやー、あと、2種類来てくれないとちょっと困るんだよな。あー、はい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 。言うたら狂乱来たけど被りでございます。来たね。2連続で来たけど被り。お、3連続で来た。はい、全部被り。あー、すごいね。3連ちゃん狂乱はさっきののすごい。なかなかすごいね。あれでございますけども。ね、あんま、カサージゾはもういいんだよ。あとはもう狂乱来い。狂乱の持ってない狂乱。それが来ればもう今回は、それでもうね、僕は睡眠に入ろうかなと思うんで、よろしくお願いします。もうこれ収録するのもね、ちょっと夜じゃないとね、真っ暗な環境じゃないとちょっとできないんで。さあ、あ、来なくなった。急に来なくなりました。意外と難しいね。持ってない枠を当てるっていうのがなかなか難しいな、これ。いやー、出ないな。どうだろう。猫缶が先に尽きちゃいそうな。で、カサジドが急にやばい。巻き返してきてますけれども。あー、肝猫持ってるね。はい。まあ、あとの614個ですね。ってことは、あとあれですね。10連が12回回せる計算でございますけれども、どうだろう、当たるのか、なんか、それでもなお、なんちょっと怖くなってきたんだけど、ちょっと微妙だよね、これね。いやー、はい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 。いや、そんなもんなの。これなかなかやばいぞ。ありゃ、まあ、意外と出ないね。さあ、ということで、だいぶちょっとね、時間の方も、まあ、まだ大丈夫そうなんですけども。あー、待って。いいや、ちょっと貯蔵庫整理しましょうか。さあ、ということで、気を取り直してやっていきましょう。なんか経験値もちょっとだけね、増えましたね。さあ、ということで、まあ、どうだろうね。まあ、キャラコンプとかもね、全然考えてなかったんで、あれだったんですけどもね。まあ、また次ですね、ちゃんと収録できる環境ができたらですね、まあ、また、あれですね。まあ、ちゃんと、なんて言えばいいんだろう。まあ、キャラクターの方もね、コンプを目指しつつ、まあ、ステージの方もね、やるだけ、まあ、とにかくね、とことんちょっとやり尽くしたいなって感じがするんで、まあ、とりあえず今回はもう本当にね、まあ、直撮りなんで何とも言えないね、ちょっと収録なので、ちょっとその辺がちょっとね、不完全燃焼な感じがしますけれども。さあ、出ねえな、しかし出ないな。これやばいな。狂乱来ても被りだもんな。あ、バトルか。バトルがいなかったんだ。そうだ。オッケー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 。やっと来たわ。よし。あと鳥。鳥が来ればもういいよ。とりあえず今回の動画は終わりにしたいと思います。さあ、あと1種類でございます。バトルだったんだね。なんか鳥と全然、あ、鳥じゃねえ。何かと勘違いしたからね。あ、牛。はい。鳥来い。キモネコはもういいんだ。はい。まあね、浮いてるのがね、パタパタしてればもう一瞬でわかるんでね、それが来た時点でもう終わりにしたいんですけども、はい。急に、もう一回で、あれ？かぐや姫持ってなかったんだ。なるほど。さあ、この調子でバトル来てくれよ。つね、もうね、そろそろ来てもいいと思うよ。
やばい、ちょっと猫缶の方が先に尽きちゃいそうな気がするんだけど大丈夫かな。いやー怪しくなってきたぞ。だいぶ怪しいけれども、オッケー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 。さあ飛んでる鳥よ来い、鳥よ、あい来ないね。あーやっぱダメだ、期待を込めてしまうとなかなか火災ゾーンの方が、今回急にいっぱい来たね。今ちょっとあなたすごいね。まあいいや、ちょっと貯蔵庫でいいよあなたはね。はい、さあということで猫缶の方もですね、やばい、着々と減っている中、あと残り1種類当てればもう終わりにしてもいいんですけれども、なかなか出てこないっていうね。いやーいい感じに引き伸ばしてくれてますけれども、さあ、いやーでも嫌だな、ちょっと出ないで動画終わるのはちょっと嫌だよ。いやーせっかくだから来てくれ、頼むから。いやーこれしかし来ないね、これね。うわついに260になりましたね。これちょっときついぞマジで。いやーもうちょっと焦ってきて画面がキュッキュッキュッちょっと揺れてしまってるけれども、ちょっとマジで、お、来た、よし、これでよかった、コンプです。はい、ということでとりあえず、もうこれでガチャの方は終了にしましょう。カサリゾ、あなたすごい、出番が多すぎます。はい、いやもうこれで、もう完璧でございます。はい、ってことでガチャの方終了しましょう。はい、ということで今回はですね、久しぶりに 3DS 版の方でですね、やってガチャの方ですね、まあ、今回はやってみました。まあとりあえず今回はですね、まあ狂乱キャラクターのコンポを狙ってね、ガチャを回したわけなんですけれども、まあおかげさまでなんとか、全てキャラクターの方は取得することができたので良かったなと思います。まあとりあえずですね、まあ 3DS 版に関してはもうこれで終わりでいいのかなとは思うんですけれども、またね、なんかちょっとやりたくなったらやろうかなと思うんでよろしくお願いします。でとりあえずね、また収録できる環境がありましたらね、またちょっと、ガチでやっていこうかなと思うので、それまでお待ちいただければなと思います。ということで今回動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。